かったです。なんでさ、あんなに飛べるのにさ、走り高跳びとかできないのか、すごい自分でも不思議なんだけど、結構飛んでた。いつも思うんだけど、12月のカンガルーでこんなになんかあの一瞬でジャンプできるのに、なんでこの高跳びは飛べないんだろうって。練習してないから、そう、それはそう。走り高跳びの練習したことないもん。音楽流せばいいんじゃない？ じゃあ今度からリセットを流しながらやるわ、走り高跳び。そうする。まあでも、良かったんで見てください。リセットの定点。でも結構ユニットがいろんな系統をやらせてもらえて楽しかったかな。涙の湘南、涙の湘南、ガラスのアイラブユー、純情主義、明日のために来そう。純情主義が好きになった。ありがとう。なんか純情主義がめちゃくちゃ好評でした。意外とびっくりした。私も結構なんか全然違うタイプの公演だったから、全部踊り方は意識的に変えてたかもしれないです。もう会いたかった公演は、周りがみんな若かったから、なんていう、年齢もそうだけど、やっぱりあの頃っていうか、あの子たちにしか出せないフレッシュ感がやっぱりあるから、そこは結構なんか。踊り方変えてたかも。めちゃくちゃいつもの踊り方したら、なんか悪目立ちすると思って。見る方も大変でした。そうだよね、そりゃそうだよね。え、違う、なんかもう年齢とかじゃなくて、その初々しさっていうのかな。そう、にじみ出るものがなかったから。 それは結構一番最初のリハーサルの映像を見た時に、これはちょっと
やばいかもしれないと思って結構意識してたかも。なんかガラスのアイラブユーとかやっててもなんかめちゃくちゃ言い方がなんかあんま良くないかもしれないけど、なんかキャピキャピ踊るのって簡単だけど、あのアナンちゃんとかミクルちゃんとかのあのなんて言うんだろう、初々しさというか、あれはもう意識して出せるものじゃないから結構うわやばって思ったかも。まあでも会いたかった声に関してはみんなうわエモいっていう目線でも見てくれてたと思うから、それはちょっと歴史に助けられた部分もあったかも。懐かしいなっていうあのその気持ちで見てくれてたから、だからそれに助けられたかも。パジャドラは私はずっとなんか好きだったからやってみたいなと思ってたし、なんかザ王道っていう感じ私の中で。のイメージだったから、なんか楽しいんだ、楽しみました、あんま考えず。やっぱ初日とかってそのアイドルなんか初めてステージに立った時の喜びの曲でもあるけど、こうアイドルをさこう長く続けてきたからこそなんかグッとくる歌詞もあったから、アイドルでアイドル最高って思いながら歌った楽しかった、めちゃくちゃ可愛い曲やっぱ多いしね。普段やっぱ最終ベルで結構ガツガツ踊る曲が多いから新鮮だったかも、可愛い曲多くて。でなんか純情主義はなんかどうやって思いながらだったかな、でも多分激しかったよね、激しく踊ってたなって思う多分。サビの途中の一人でとこ抱き寄せられてもこういうのとか振りかぶるとことか結構意図的に激しくしてたかも途中のが私は好きだなと思って。